はい、今回はですねオメガの民についてお話ししていきます。まあテーマはですね彼らの今後についてですね。なんでまあ筋肉マンのね最新刊以降のネタバレ含まれていきますので、視聴される際にはご注意くださいということで、まず彼らの近況からお話ししていきましょう。アリステラを中心とするオメガケンタウリの6層格なんですが、サグラダファミリアに眠るお宝を奪取すべく、地球に侵攻するも正義超人と運命の王子によって撃退されてしまいます。まあ、結局サグラダファミリアのお宝っていうのは何だったんですかね。おそらくマグネットパワーに関するものだったのかなとは思うんですが、これ結局サタンに騙されたってことなのかな。あとでも言うようにそのモルティデプレイを手に入れることで目標を達成したと言っていいかもしれないんですが、まあ、話戻すと、その後ですねアリステラと、ね、パイレートマンは筋肉マンたちと超人墓場へ向かい、そこでついに長年復讐すべき相手とみなしていたザマンと対面します。しかしザマンによってオメガの民の先祖に関する真実を知り、ザマンからの謝罪を受けるとアリステラは大粒の涙を流すのであったという感じですね。はい、でその後、ザマンからオメガの星を救う手段になりうるかもしれないとして、さっき言ったねモルティエデプレを譲渡され、アリステラ一行はオメガの星を救うためにキロに着くのであったっていう、そんな感じなんですよ。でその際に、ザマンの頼みに応える形で超人との戦いに駆けつけることを約束していたんですよね。で次にこっちですね。はい、まあ今言ったようにねアリステラたちは超人との戦いに参戦する流れだったんですけどね。はい、まあ、果たしてその超人との戦いが終わらないうちに再登場はあるのでしょうか。まずですね超人たちがバベルの塔の試練に挑むことになった時ですね、アリステラたちの出番について自分はふと不安がよぎったんですよね。でさらにそのネメシスが試練に参加しないことが判明するとね、思わずね超人総選挙2019の結果を見返してしまったんですよ。で見てみるとまあネメシス第22位で、まあ、アリステラが第25位、パイレートマンに第27位で、まあ、リキッドマンが第37位っていうことで、まあ、サンシャインはね、34位だったんだけど、まあ、もしねもし人気投票が次あればねアップするんじゃないですかね、サンシャインに関しては。でもそんな感じだったんですよね。まあそのなんで優先して描かれるのかっていうと結構微妙なところなんですが、まあでもね初登場であの位置にいるんで活躍によってはねアリステラやパイレットマンってもっと上に行けるのかなとは思うんですよね。またその人気投票の結果だけでストーリーの内容が決まるというわけでもないんでね、まああの流れからね全く登場しない方がね自分としては強いね違和感感じるので、登場はするとね予想はしていますね。ただこれもちょっとどうなるかわからんよね。はい、ただその今言ったようにね、まあ、活躍の場ですよね、活躍の場はある程度カットされたかもしれないです。これね場合によってはね、これもたびたび言ってるんだけど、最終決戦で応援しにね駆けつける展開も否定はできないんで、まあアリステラが好きな自分としてはですね、まあ、その点も心配しながら読んでいくと思います。はい、で次にですね、もしねもし、まあオメガの民にね対戦が組まれた場合どうなるかっていうことをねちょっとお話ししていくと、まずねアリステラとパイレートマンなんですが、まあ彼らはねまあ超人墓場でザマンと直接会っていた2人でもあるんですよね。あとまあ共に、人気もねあるんでね、参戦する可能性は高いかなと思います。まあさっきも言ったように総選挙20位台だったんですけど、まあ初登場ですし、まあ今後うまいことね、活かせばさらに人気出るかなとは思うんですよ。で、ただし、その、塔の試練に挑むメンバー以外にもね、活躍しそうな超人って多く控えているんですよね。アタルとかテリーとかね。なんで、まあ、その活躍する超人がさらにね、絞り込まれる場合っていうのは、アリステラ一人のね、参戦にね、なるかもしれません。まあ、パーフェクト超人からも今のところね、プチューマン一人だけですからね。まあ、オリジン抜かれたらそうなっちゃうよね。はい。
で次に、マリキータマンに関してなんだけど、現状可能性は低いかと思います。オメガケンタウリの6総格編ではもう3戦こなしているんですよね。で人気も先ほど挙げた2人と比べてね、高いっていうわけでもないんですよ。でさらに言えば、ナパームコンビネゾンとかサタンの一撃食らったことからですね、普通死んでもおかしくない状態だったといえ、傷を完全に回復させるにはまだ日も浅いかなと思われるので、普通に回復してる可能性もあるんだけど、登場するとしても、オメガの星でね待機させられている可能性がありますね。いわゆるお留守番ってやつですね。やっぱりそのオメガの星もね、たとえ救出したばっかでもいろいろやることがあるんでね、そこを任せるって感じでしょうか。一方でその中井先生お気に入りの超人でもあるんで、戦わずともアリステラたちに同行させるかもしんないですよね。セコンドとしてついてくれると結構頼もしそうかなとは思うんだけど、で最後、ディクシアに関してもちょっとお話ししていくと、すでに死亡しているルナイト、ヘイルマン、ギアマスターはオメガハンドに、憑依することでアリステラを一度救っています。とすれば、ディクシアが死んでいたとしても、なんか死んでる感じですけどね、同じような展開が期待できるんじゃないでしょうかね。やはりその兄弟のねアリステラが対戦している時にサポートするのが王道ながらも熱い展開かと思います。でコールを送るだけじゃなくてね、やっぱディクシアならではのサポートも期待したいですね。以前いただいたコメントの中にはね、両方のオメガハンドがですねアリステラに装着されるっていったものがあったんですが、意外に実現するかもしれないですね。それによってどういったメリットが出てくるかってちょっとわからんところはあるんですが、とにかくそれが実現したとしてもね、ピークアブーみたいなデザインにはなってほしくないですけど、で次、ディクシア版のねメタモルフォーゼ、これね一時的に使用できるっていう展開もありかもしれません。兄弟の力がね一方にね集まってね完全体になるっていう展開は結構ありますし、ディクシア版のメタモルフォーゼもかなり、チートかどうかちょっと分かりますけど、かなり強いといえば強いんでね。ちなみにその死んだ死んだとは言いつつもね、生きて再登場する可能性もまだゼロじゃないと考えているんですが、果たしてどうですかね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。